g オンライダスは TNK シャフト共同制作による日本のテレビアニメ作品。2002年7月2日から10月1日まではウワうのノンスクランブル枠で放送された登場する女の子すべてがメガネ娘という大胆な設定であった。月刊コミック電撃大王にて漫画化もされた。謎の宇宙人の攻撃にさらされている昭和119年の地球。真田博士は 宇宙人の侵略から地球を守る最後の切り札として次世代兵器 G4 を開発した。そのメガネ型の兵器は思春期の美少女が装着することで少女が秘めた様々なときめきを剣の形に具現化するというものだった。G4 に適合した3人の美少女、勇気、セイラ、ヤヨイにより結成された G、オンライダースは地球の危機を救おうと立ち上がる。 ロリベーダーズ絶当中のあらゆる星々から侵略を受け負う侵略代行会社。毎回苦しい台所事情をやりくりして侵略に勤しむ。アンドロイドのゼロを除く全員が幼い少女で構成されている。クライアント地球侵略をロリベーダーズに依頼した侵略会社。姿は見せず、マコの頭のアンテナにテレパシーで指令を送ってくる。 グラス14のみ OVA として制作された。アニメの放送に先立ち、2002年3月から、ラジオ番組、ラジーオンライダース引くメガネチックナイトマイナスが放送された。全32回。パーソナリティは、島良香、南美、倉田正代。放送終了後は、インターネットラジオに移行し、2002年10月から12月まで、ラジーオンライダース、音、 メガネットマイナスが配信された。全11回。ありがとうございます。